どうも、まあ大人の事情っていうかね、国会でよくね、法律を決めるって言ってますけども、あれ何をやってるのかっていうと、新しい法律ができるとその法律を監視するため、使うため、運用するためのまた役割が必要になってくるんで、そこに責任者を置いて、その人に国債発行によって給料を払うって仕組みなんですよね。まあですんで、国債発行ですから誰かから税金を集める必要はないんですけども、ただやっぱり新しい経費がかかるよってことになると、国民から集めることもできるんですよ。だから国民から集めるための法律を通す。それに反対した人は、いわゆる政府では冷や飯を食わされて、賛成した人が将来天下り先を手に入れるってことになりますんで、まあ、今だけ俺だけお金だけっていうね、よく政治家の、ね、揶揄するような言葉がありますけども、まさにね、政治家ってのはそんな感じで、ビジネスをしてないのに、自分の給料を自分で決めるね、マッチポンプができるわけなんですよ。そして政治家さんが持ってるお金を民間で使うことによって、民間に資金が流れていくっていうことがありますんで、政治家さんに兵こらしてね、政治家さんに自分の会社の有利な法律を通してもらいたいっていう、まあそういった利益学も働くんですよね。じゃあ今ね、消費税って問題がありますけども、大手企業、大企業っていうのは消費税を納めてないばかりか、消費税から還付受けてるわけですよ。こういった二重取りをしてるわけですよね。でそういった仕組みを私たちは知らなかったんで、お金がないんだなとかね、みんなお金がなくて大変だなと思うけども、実はね、そうでもないわけですよ。やっぱ数万人ぐらいはね、濡れ手に泡でやってるわけですよ。労働の対価とかサービスの対価でお金をもらってるわけではなくって、単なる自分の預金口座に数字を書き込むようなことをしてお金を手に入れてるんですよね。であんまり派手にやると目立つから、なんかね、数百万ぐらいにしといて、で、またね、文書交通滞在費みたいな領収書のいらないような勘定科目もいくつも設けてるって感じですよね。悔しいですね。でも一般公務員さんは結局民間と同じように給料をもらいながら働くって形なんですよ。まあ、こういう風にして国民をずっとね、貧困に押さえつけといて、自力で頑張った人は自力で稼いだらみたいなね、そんな形になってるのかなと。悔しいですね。いってらっしゃい。